クラブの基本的な動かし方についてです以前の動画でご質問でどこかのポイントをこうブレーキをかけたり何かこう作用させないとこう逆シナリが起きないのですかというご質問が来ました基本的にはゴルフクラブはこちらのヘッド側の方がかなり重くなってますので目にはこの硬いシャフトを使っていると目には見えないんですけど必ず ゴルフスイングをすればクラブをこう振ってれば見えないんですけど少しこうしなりというのは必ず出てしまいますですから自分で無理に何かしならせるとかそういう動作をする必要はありません意識としてはおそらくこう振り子のような状態でどこかに自分のパーツに視点を作ってこう振っているようなイメージがあると思います大体の人が手首の,こ,のこういう動きの視点を イメージして打ってしまっている場合が多いですで、その場合でやはり注意したいのは考えてみたいのは振り子でこうやって動いていると、まあ、よく見るとわかるんですがこの瞬間しかフェースがほとんどまっすぐにならないこの辺で当たってしまうとまだ開いてますしクラブがこのように下を向いている本当にこのボール1個1個2個ぐらいの でしかクラブがまっすぐ,、ま、っすぐとかフェースがまっすぐになる状態本当にこの地点しかありません。でゴルフスイングはブンと結構スピードが出ますのでこの瞬間で先ほどのこの視点のイメージでこうやって振る間のここをこのインパクトの状態でフェースをスクエアに合わせるっていうのはかなり困難だと思います。ですから基本的にははクラブのの動きっていうのは こういう動きをしてこのままクラブがこのまま動いているような意識を持つことが必要です。で持っていますのでで、まあ、横には動きませんですからなるべくどうしなきゃいけないかっていうと手元のこっち側の先端の方を支点にするのではなくて。 ゴルフスイングって軸がありますのでこのいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします